ケビン・チャールズ・ミラーは、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス出身の元プロ野球選手、ウトを右打ち。ウ九1993年にセントポール・セインツと契約を結び、プロ入り。1994年8月から1995年4月にかけて MLB 史上最長のストライキが実施された影響で、年のスプリングトレーニングには、 オーナー側の命令で代替選手として参加していたためにスト破りを行った報復措置としてメジャー昇格後も選手会への加入を認められなかった。メジャーデビューはフロリダ・マーリンズ所属時の1998年のことですでに27歳となっていたが次第に力をつけ2001年からは2年連続で打率3割以上をマークした。2003年からは 日本プロ野球の中日ドラゴンズでプレーすることとなっていたが結局ボストンレッドソックスに移籍することとなったレッドソックスでは一塁でクリーンアップを打つなど活躍し移籍一年目にはかつて在籍したマーリンズのワールドシリーズ制覇を見ることとなったが翌2004年には自身がワールドシリーズ制覇に貢献した2005年は5月下旬には打率2割3部台に落ち込むなど シーズン通して、やや不調で2桁本塁打を5年連続でストップした。同年オフに FA でボルチモアオリオールズに移籍した。2009年2月11日にトロントブルージェイズとマイナー契約をし、開幕メジャー入りを果たした。対左投手時のファーストとして、開幕スタートダッシュに貢献するが、結局不審に終わる。ちなみに、背番号は、 アレックス・リオスと被ったため開幕時は30だったが、リオスの遺跡と共に15番に変更した。2010年は、シカゴ・カブスとマイナー契約を結んだが、開幕を待たずに FA となる。その後、フルスのセインツと契約し、6試合に出場。現在は MLB ネットワークのアナリストとして活動している。2003年1月。 それまで手法として活躍していたレオ・ゴメスの引退に伴い、新しい手法を探していた中日が当時、フロリダ・マーリンズに所属していたミラーに白羽の矢を立て、2年契約年法総額660万ドルで契約を結んだ。ところが、マーリンズが中日に上渡するためにミラーをウェーバー工事にかけたところ、突如レッドソックスが獲得を表明した。メジャーリーグと、 日本球界の間にある日本の球団に上渡する目的でウェーバー工事にかけた選手は獲得をしないという紳士協定を無視したものであった。オリオールズ時代レッドソックスはまずミラー本人と交渉をするがミラー側が拒否。すると今度は中日に対しミラーに支払った契約金を全額レッドソックスで肩代わりする代替選手として ベニーアグバヤニを中日に譲渡するという条件でトレードを申し込むも中日側が拒否。後にメジャーリーグ機構がミラーの所有権は中日にあるという声明を発表したこともあり、中日はミラーを支配下選手登録し、背番号も前年まで山崎武氏が着用していた22と発表された。しかし、ここで突如ミラーがホニーし、 レッドソックスの入団を希望し、来日を拒否。中日側が説得を続けるも、ミラー側は、米軍で軍違法していた父親が、最近のイラクをめぐる状況から日本へ行くことを心配していると、ガンとして首を縦に振らず、さらに階段の日時を指定しておきながら、姿を見せない、といった態度に出る。また、 メジャーリーグ選手会がミラーを支持し、中日がミラーとの契約を解除しない場合は、東京ドームで開催予定であったシアトルマリナーズとオークランドアスレチックスの開幕戦への選手派遣を拒否することをほのめかしたこともあって、中日はこれ以上の説得は無理と判断。結局、ミラーが契約金を全額返還し、中日側に謝罪をするマーリンズが中日に 金銭保証をするという条件で、中日はミラーとの契約を破棄する。ミラーはレッドソックスに入団し、中日はミラーの代わりとして、アレックス・オチョアを獲得することとなる。なお、アスレチックスとマリナーズは、イラク情勢の悪化を理由に結局来日を中止する。2007年のアルックスで、死球式を務めるミラーなお、ミラーは中日とのトラブルについて、 ニューヨークメッツと契約してからホニーした日本人三類士と同じことと述べた。また、ミラーはレッドソックス入団後も雑誌等のインタビューで機会があったら日本でプレーしたいと発言していた。1993年にプロとしてのキャリアをスタートさせたミラーはドラフト指名されなかったために独立リーグのセントポールセインツへ入団。そこで63試合に出場し、 同年9月下旬にマーリンズと契約を結ぶきっかけを作っている。それが縁で、ミネソタに遠征で訪れた際はできる限り、セインツの試合を観戦し、チャンスを掴んでほしいという願いから、選手たちへメッセージを伝えている。ありがとうございます。